マルサンホビー動画チャンネルです。コミックス N ゲージ、型番98458 JR HC85 系ハイブリッド車試験走行車、4両セットです。こちらのモデルはまずちょっと開けていきますと、この4両セットになっています。上から、クモロ、85-1、次がモハ、84-101、これがモーター車になります。次がモハ 84-1、 最後に、クモハ 85-1 になります。そして、付属品としてこちらの、転車シールと、あとこちらの信号円管がついています。でちょっと車両を出していきます。よいしょ。こちらがまず先頭車になります。でこの車両はキハ85系を置き換える目的で、開発したハイブリッド方式の、車両になっています。でこちらが後ろで、こちらが右で、白とオレンジ色のラインとこうボディが銀色ですね。そういうカラーリングになっています。そしてこれがモーター車両になります。ここにモーターが入っています。でこれが環境負荷の低減を、目的として、エンジンで発電と、あと蓄電池で、指導力を動かすことが、最大の特徴になっています。これが一応後ろの車両になりますけれども、こちらですね。そして、試験走行は、2019年より、開始されまして、で2022年の、登場した、量産型に、反映されています。ですからこれが今の、走ってる車両の先行試験走行車になります。これで、以上になります。トミックスの新しい、車両セットも続々ご紹介していきますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。どうもご視聴ありがとうございました。バイバイ。